んばんは。今日も始まりました東尾美と TV ってことなんですけども、はい、はい、やめてそのなんかさ、うん、そのもうちょっとテンション上げていこうよ。オープニングなんだからもうちょっとなんかしゃあないからやってますみたいな感じじゃなくて、だってさ僕が今した後に苦々しい顔してやんか、なんかうわーうわーって顔したやん今した自分がそうやって、それもあの結構無理くりやってる感出てるやん。そうかな、うん、そうかな。じゃあ今度チェックしてみるということで、はい、今日も楽しくお伝えしていきたいと思います、はい、お伝えするのは私岡和也と、そしてルイがお届けしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今日は、スタッフがねゴールデンウィークにちょっとお出かけして、はいはい、撮ってきてくれた映像があるので、はい、それを紹介しながらちょっとお話ししていきたいと思うんですが、はい、わかりました。まず第1回のね一つ目は、うん、この万葉の里ぬか塚、はい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 、はい、こちらの方があるんですけども、うん、まずはそちらのレンゲ畑が、はい、今とっても見頃を迎えてたということなので、はい、そちらの方をまずはご覧ください。ということで見ていただきました、こちらのレンゲ畑なんですけど、いいじゃないですか、綺麗だった ね、なんか色のコントラストが素晴らしい。そう、ね、うん、もう最初にこう鯉のぼり入ってた、はいはい、ね、あれがまたいい感じでした ね、そしてまあ緑があって紫があって最後にまた黄色の電車が走るっていう ね、あれ多分ね、あの鉄道マニアの方にもたまらないと思いますけど、ね、もう小肉らしい演出ですよ ね、はい、そうですよね。もう色のコントラストといい ね、電車のあのまたスピードがいい感じじゃないですか、はいはいはい、あのゆっくりさがね、はい、ということで見ていただきましたけど、うん、レンゲ畑って懐かしい、はい、私あれこう摘んだ時に子供の頃よく花びらを1枚ずつ3つ吸った覚えないですか。ないです。え？ないです。あのちっちゃい花びらを1枚ずつ取って、はい、下の方をチューチュー吸ってたっていうイメージがあるんですけど、はい、ありませんでしたか。ツツジ、あ、そうそうそう、そんな感覚ですよ、うん、あれでこうあの校長先生に怒られた覚えがあります。なんかね懐かしいですけどね、なんかこの時期っていうと、あ、蜜吸ってたななんて思い出ありますけど、す今そんなことをやってる小学生は全然見ないですけど、ね、いや意外といるかもしれませんよ。いますかね、はい、ちょっと見たら嬉しくなりそうですけど、はい、ね、はい、ということでこのぬか塚のレンゲ畑、はい、こちらの方をご覧いただきました、はい、そしてですね、うん、このぬか塚の里といえば、はい、もう一つこう有名どころがありまして、うん、実はるい君行ったことあるんですよね。はいはい、そうなんですよね、はい、こちら見ていただきたいと思うんですけども、お米のパンなど、ここでは米粉パンだお米のパンなどが、あ、パンなどね、はいはい、そうです、そうそうそう、はい、米粉パン ね、 ね、こちら有名なんでるい君前以前に取材してくれたんですよ ね、行かせていただきましたけどね、うん、あのパイオニアなんですよ。パイオニア、うん、要はあの米粉を今は、まあ、いろんなところでね使われてますけども、今こそね米粉って結構あんまり珍しくないけど、そうそう、皆さんも聞くようになったと思うんですけども、うん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 、ちょうどここで出され始めた頃っていうのは、うん、もう本当にすごく少なくて、うんうん、本当にここがあの初めてぐらいの感じで、あ、もうだからもう先駆けみたいな、そうですそうです、うんうんうん、はい、もう今でこそねグルテンフリーとか、はいはい、ああいうのになって、ね、もう小麦粉使わずに、うん、米粉でっていうのも結構商品増えてきましたけど、うん、はい、ここはもうほんまに最初から米粉でっていう、そうですね、まあ、それを売りにこうされてたんですよね、はい、じゃあこのパンももちろん食べたことあります。そうですね、どうでした、もうほんまにもっちりなんですね、やっぱりやっぱちょっと小麦粉とはまた違った感じ。そうですね、はい、もうやっぱそこら辺はこう今もうその米粉パンのあの感じっていうのは皆さん ね、だいぶご存知やと思うんですけども、うん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 、本当にあの感じをだから本当に初期の方からされている。あ、なるほど、うん、じゃあもうその時からもうずっともう本当に最初からずっと米粉一筋というと、そうですそうです、まあ、パンとかね今見てもらったらこうおかきとかね、そうですそうです、で米粉を使ったいろんな商品が並んでるということで、はい、ぜひ、はい、そちらの方もね楽しんでいただけたらいいかななんて思うんですけど、うん、そして余談なんですが、このルイ君が取材行ったのは私あの久しぶりだったからチラッて見たけど、はい、若かったね。それは若いっすよ。なんかもうね 5,6 年ぐらい前になるんですよ、はいはい、その時の取材の様子が、
わっかと思って見ちゃいました。ですよ、はい、興味ある方はぜひ第30回ぐらいなんで、あのバックナンバー ね見ていただけたら、はい、懐かしいかななんて思いますけど、ね、じゃあその頃とはあんまり変わってない感じですかね。僕はですか。いや違う。えこうパン の建物とか。あ、建物はその通りですね。もうそのまんまってことなんですね、うんうん、はい、そうですね、はい、あとまあお野菜とかもね、あの、うん、販売されてるんですよ。地元のお野菜をあの、うんうん、ここで販売されてるので、うん、あとやっぱりね、あの、うん、パンとかやっぱ商品はやっぱり、うんうん、未だに人気なんですよ。おー、はい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 、うん、なので、うん、早い時間じゃないとやっぱなくなるんです。あ、人気商品だけに、うん、なのでそうかそうか、8時半かなオープンが、うん、はいはい、うん、か9時ぐらい、うんうん、そのぐらいからですので、もうなるべくオープンと直後ぐらいに行ってもらわないと、うん、もう10時11時お昼前にはもう多分だいぶ商品はなくなっていると。あ、なるほど、はい、じゃあちょっともうパンが食べたいという方は早めに行かれた方がいいってことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。まあ米粉使うぐらいだから、はい、やっぱりお米にも自信あるんでしょうね。そうですね、うん、はい、あのお米とかもね、もちろんここではあの販売されていますし、うんうん、でやっぱりあの、まあ、皆さんも多分あの、ね、聞いたことあると思いますけども、うん、環境こだわり米、あ、はい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 、うん、あの扱っておられますんで、うーん、ぜひですね、こちらの方でお買い物いただくと、はい、お米も野菜もパンもということでね。そうですそうです、はい、ぜひこちらの方も購入いただけたらいいと思います、はい、ちなみに営業日の方は先ほどるい君もおっしゃってましたが、水曜日と木曜日と土曜日と日曜日、はい、この4曜日しかありません、はいはい、この曜日にお出かけになっていただきたいと思います。なるべく早めにね、はい、そうですね、はい、オープンと同時に行っていただけるといいかと思います、はい。さあ続いて、うん、続いてもお花の話題なんですけど、はいはいはい、5月のお花でお花といえばこちらのお花も有名じゃないかと思うんですが、うん、富士です。富士、ああ富士ね、富士の花ね、富士棚の富士です、はいはい、この富士のお寺正法寺というところがありまして、こちらは実は日野町の方になるんですけども、なるほど、はい、こちらの方でもですね綺麗な富士のお花が咲いていたということで、まずはそちらの方をご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、こちら正法寺でございます。うーん、初めて知りました、うん、私もあのね、日野といえば私この時期はシャクナゲを見に行ったことあるんですよ、ね、ダリアとかシャクナゲとか有名ですよね、日野ダリアとかね、うん、でそちらの方は行ったことあるんだけど、私もこの富士めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。めっちゃ綺麗でしょ、ね、なんか私も名前だけは知ってた人行ったことなくて、はいはいはい、こんな綺麗な富士だったんだなっていうんですけどもね、これは立派な富士棚ですね。ね、本当にまたこの透明がたまらないですね。あ、はい、本当にお花がこのこのさ垂れ下がってるというかね、うん、落ちてる感じがすごくいいと思うんですけど、はいはい、実はこれスタッフ行ってくれたのがゴールデンウィーク中の雨の日だったそうなんですよ、はい、で、まあ、ちょっと人が、ね、まあ、いないのは雨だったせいもあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、雨の日もいいよって教えていただいたらしくて、本当に色がすごい鮮やかで、うん、そうですね、うん、だからね、晴れの日にね、天気のいい日に見るのもいいんですけど、こうやって雨の日に静かに見に行くのもね、はい、すごいおすすめなんだろうなと思って、やっぱ庭とのその感覚も ね感じもいいですね。そうですね、はい、本当にもう素晴らしい藤だと思いますね、うん、これも長いものでは1メートル以上に達するものもあるとね。1メートルってすごくないですか。1メートル結構すごいですよ。すごいよね、はい、結構な長さですよ、うん、ねえ、うん、すごいすごい、半分以上だもんね、私の、ね、これもまあ300年以上の歳月をかけて、うん、このようにできているということ。300年ですよ、ねえ、300年長いよ。300年奥さんの生きてきた時代時間ぐらいじゃないですか。えちょっと待って、300時間じゃないか。そう、300年だからね。そういえば今日は100歳の人がコロナ治ったぞってテレビ出てましたけどね、はい、あれもすごいなと思ったけども、はい、こんな300年ということですからね、はいはい、ぜひこちらの方ね、見事なこの花房見ていただきたいと思うんですけども、うん、実はこちらの藤の花は5月の上旬から中旬だったんです、毎年、うん、はいはいはい、だから本当だったら今も見頃なはずなんですけど、うん、やっぱり今年は桜と一緒で、うん、だいぶ見頃が早まったそうで、で桜もさ今回 1,2 週間早かったじゃないですか。だからやっぱりそれと同時に他のお花もちょっと そうですね、例年よりも早まってるようで、はい、まあ、本当だったら今の時期見に行けたんですけども、もう終わりじゃないかなということ で、今年はこちらの映像で楽しんでいただければ、はい、いいかなと思います、はい、ぜひね、私も来年、うん、ぜひこの藤棚行ってみたいと思います、ね、これね、見る価値ありますよ ねえ、ですごいいい香りっていうか、あのスタッフおっしゃられましたね。あ、そうそう、もう入った瞬間に香りがするって、もうすごい匂いがする、ね、マスクしてても香るわって言ってましたもん。確かに
かにみんなマスクしてますもんね、はい、はい、まあ、来年はねできたらマスクなしで見てみたいです ね、はい、ということで今日はねお花の話題2つお届けしました、はい、万葉の里ぬかづかのレンゲ畑と、はい、そしてあの米粉パンの方ですね、うん、それから、藤のお寺正法寺、こちらは日野の、観光協会のホームページから、ね、はい、詳しい説明ご覧いただけると思いますので、はい、またこちらの方もご覧いただきたいと思います。滋賀法治新聞社よりお知らせです。滋賀法治新聞社では三つくり小学校そして南小学校の体操服を販売しています。お問い合わせは 0748-231111 まで。以上お知らせでした。はい、ということで今日の話題をお届けいたしましたが、はい、次回は5月25日、うん、はい、もう梅雨も早いのかな。ああ、かもしれませんね。だって沖縄も梅雨入りした。梅雨入りしたしたした、うん。なんか今年は何でもかんでも早まって早まってっていうことなんですけどね。と同時にコロナも早く早まって、あ、そうですね、ね、治ってほしいななんて思いますけども、はい、はい、まだまだね、ちょっとまだ落ち着かない日々が続きますが、皆さん体調をね崩さないように、はい、ちょっとあの今気圧の変化とか寒暖差で体調崩してる人が、うんうんうん、私の周りでも結構いたりするの。僕の周りも結構います。ね、はい、本当に皆さん体調には気をつけていただいて、はい、はい、またね楽しい夏が変えられたらななんて思いますので、はい、それではまた次回5月25日に皆さん元気にお目にかかりましょう、はい、それでは今日はこの辺でさようなら。